すごい壁打ち気味でずっと。それがね、健康のバロメーター。あと白い粉がってずっとね、あれから毎日あの日向ぼっこを家族の協力のもと30分ぐらいずつさせるようになったら、食欲も出てきて、あの血も出なくなりました。だから体も丈夫になってきたのかな。100ぐらいにあの寝る前は体重がなってますよ。なるようになってます。じゃあちょっと飛ぶんですよね、やっぱりもう、うわっさーって飛んで、ガラスにぶつかっちゃうので、ああ、そんな勢いよく飛んじゃう。もう一回くらい、ちゃんとあの羽切ってもらおうかなと思って、お願いします。前切ったんだね。そう、バッサリやっていただいて。タイミングは97g。前が89です。そうでしたね。近く欲しいよ、ね、欲しいんですよ、ね、100行ってもいいんですか、ね、でご飯は午前中の割には 30% ぐらい入ってます。ゆで卵とかなんかいろいろかけてきたんです。ゆで卵そうです、白身。あ、白身の方ね。白身好きですね。こっちも天丼してる。はい、ごめんね、天丼してるよ。うん、上手。上手だね。であのコーク小さいと切ってますね。それから翼カットしますね。はい、大丈夫よ。こう爪も長いね。ちょっと私も構成したんですけど切れなくて。これで飛んじゃいます？まだここ伸び切ってないけど。一回ちょっとね自分で挑戦して切ってみたんですけど。あ、そうなんですね。それでもちょっと感じられない。ちょっと持ってください。噛まないでいいよ。どこまで？外の今。結構飛ぶんですよ。はいはいはい、ごめんね、嫌だよね。これも持って。あのさ、引っ張ってもってもらえないんですよね。そうすると、ハウスも一生懸命教えたんですけど、うん、覚えました。この子は覚えてないんですけど、あの他の子たちがあの覚えたっていう。他の子たちが。ハウスって言った。この子は覚えないの。この子も覚えてない。まだ広げるって。上2枚、下2枚。残してきますんで、ここ2枚とここ2枚、ね、それで真ん中のところはこれでどう、多分まあ飛べるけどその上には上がっていけないと思うんですよね。上がっちゃうんですよ最近。さてと、爪切り、そうか、続けてやってるな。